ティス、ラケです。今日はですね、うちのレオパ、ちょっとヤング気味ですね。ギャラポヨとスケベ、これスケベですね、にちょっと餌やりをしていきたいと思います。スケベは生後202日目ですね。もうちょっとで7ヶ月ですね。じゃあ早速あげていきたいと思います。いや、このね、ベルアルビアのこの柄めっちゃかっこいいっすよね。いい顔してんね。はいはい、いい音、いい音して食べてますね。はい、スケベはベルアルビノの男の子ですね。なんかさっきね、ふとね、中を覗いたらもうチンペロをしてたので、もうね、大人の階段を登り始めてるかもしれないですね。はい、あっという間にね、3匹食べてくれました。体重を測っていきましょう。じゃあスケベちょっと入って、よいしょ。スケベはだいぶ大きくなりましたね。はい、74.5 ということでね。はい、生後202日目のスケベはコオロギ3匹で 74.、 あれ7になっちゃった。 74.5g でした。ではね、ギャラポヨにあげていきます。はい、じゃあ続いてはギャラポヨです。ギャラクシーの女の子ですね。ギャラポヨは生後223日目ですね。もうちょっとで8ヶ月になります。はい、どうぞ。うわ、すごい粉が散ったね。で、結構ね、こう、まあ僕こう結構ね、定期的にもう飼育記録として、まあ、餌食べてるのと体重とかね、こう載せるんですけど、もういらないかな、載せるんですけど、結構そうするとなんかうちの子まだ何グラムしかないんですけどとかいうね、ちょっと心配の結構こうコメントとかね、いただくんですけど、まあ個体差がね、結構やっぱレオパあるので、うちの子結構ね、大きめの子が意外と多かったりとかするんで、体重がね、うちの子より少なくて心配されるのは分からなくはないんですけど、まあ基本的にはね、しっかりね、ご飯食べてうんちしてればね、そんなにね、心配しなくても大丈夫だと思います。結構大人になってね、ちょっとやめて、手噛むのやめて、手噛むのやめて、こっち、はい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 、あれなので、そんなにね、こうなんていうんですかね、あのうちの子と比べて小さいとかっていうのをそんなにね、心配する必要はね、ないと思います。もうその子がしっかり食べてね、日々大きくなってるのであれば全然問題ないと思いますんで、あくまでもね、一つの事例だと思って見ていただけるとと思います。2期でいいの今日は。よいしょ、ギャラポヨさん映んねえんだ、そこだと。どこ行く。ギャラポヨはね、結構アキプニがすごいんですよ。見てこれね、まあちょっとね、一応こうアキプニがね、肥満の全てではないとはまあね、言われたりもするんですけど、あんまね、脇組があるのも、はい、めっちゃなくねあるのもね、あんまよろしくないので、めっちゃなくね。もういいの、もういらないの、いらない、いらないみたいですね。今日は2匹でいいみたいです。じゃあね、体重を測りましょう。はい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 、はい、よいしょ。ちょっと乗っちゃったら測れないから、めっちゃ泣く。はい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 、69g ですね。はい、というわけで生後223日目のギャラポヨはコオロギ2匹で 69g という結果でした。はい、ではまた、バイバイ。